始めていきたいと思います。ちょっとスプラトゥーンの音を消しますね。急に静かすぎます。やっぱ7して音ちっちゃくします。あ、でもな、YouTube 配信あるっていうの噂だからやめとこう。はい、じゃあ、今日は初開催の LINE クローバーミートアップ Vol.1 ということで、始めていきます。じゃあ拍手なんで、まずは僕なんですけど、LINE API エキスパートの、のびすけって言います。よろしくお願いします。最初、司会などをやっていきます。でですね、まあ今日の趣旨なんですけど、まあ、ざっくり言うと、まあ全体の趣旨としては、まあ LINE 関連の技術でこんなもん作ったよとか、こんなことできるんだよみたいな話を、みんなが、作った話だったりとか、まあ、こんなことやってるみたいなのの、まあ事例紹介だったりとか、まあ、なんかどうやるみたいな、そんな感じの回になります。で、今まで、この LINE デベロッパーコミュニティって、まあ、ユーザーコミュニティですね。LINE の中主催じゃなくて、まあ、コミュニティ主催ということで、LINE ボットのね、自慢大会ってのやったりとか、あとは LINE シングスのハンズオンとかやったりとか、まあ、なんかそんな感じで、いろんな回をやっているので、この LINE デベロッパーコミュニティってところのね、グループに入っててもらうと、今後、いろんな情報をサブスクリプションできるんじゃないかと。サブスクライブできるんじゃないかと。今回、その LINE クローバーのミートアップってことで、まあ、クローバー界隈で、いろいろとご活躍している方々。で、この後、あれなんですよね。新 API エキスパートっていうことでも言ってんですよね。これね。この方々が、講演ということで、まあ、15分程度話をするという形になります。あとは、申し込みあった人で、LT 後半なんですけど、LT で申し込みした人って今日来てますか？いない？あ、みんなドタキャン？じゃあ、講演の人たちじゃあ時間使っていいですよ、じゃあ。はい。ということで、そんな感じです。で、今回初めてなんですけど、2回目の、なんかもう2回目の話が、ですよね。2回目についてちょっとアナウンスを。はい、2回目と言いますか、まあ、今回ミートアップということなんですけども、第2回に関しましては、今のところ、クローバーのハンズオンをやろうと思ってます。特にまだ詳細みたいなのは決まってなくて、イベントページまだなんですけども、6月頃にやる予定になっておりますので、ぜひご都合、よろしい方はご参加ください。よろしくお願いいたします。自己紹介してないけど、もっちゃん。API エキスパート？あ、API エキスパートになられたもっちゃんですが、自己紹介してないけど、後で講演します。はい。あとアナウンスとしては、そうですね、ハッシュタグ。今日ツイッターハッシュタグがあります。LINEDC っていうハッシュタグがありますんで、こちらで、ぜひぜひツイートしてください。ですね。まあ、来てない人にも、やっぱり、こうね、なんか盛り上がってるね、みたいな感じのがね、伝わるといいかなと思いますんで、あ、ありがとうございます。こんな感じで、ツイートをしていてください。まあ、ツイート、ね、眺めてね、はい、のびすけが MC してます。こんな感じで拾ったりもするので、よろしくお願いします。はい。で、あとは、あれですね、そうだ。で、ツイートしてくださいと言いつつ、Wi-Fi ですね。会場の Wi-Fi なんですけど、後ろの壁に、白い紙貼ってあって、SSID とパスワードありますんで、繋いでみて。繋いでみた人はツイートしてください。トイレは、出て右の方にあるっていう感じになります。はい。で、まあ、今後は、このデベロッパーコミュニティで、なんか開発合宿とかやろうか、みたいな話をしてたりとか、まあ、いろいろと企画していきますんで、ぜひぜひ、また来てくださいと。じゃあ、こんな感じで、最初、もう行っちゃって大丈夫ですかね。はい。じゃあ、このね、これ書いてるんですけど、順番は適当らしいので、まあ、ちょっとみんなでバトンタッチしながらお願いします。じゃあ、最初、もっちゃんさんお願いします。あ、そうだそうだ。ごめんなさい。これは、まあ、そうですね。見せました。ごめんなさい、書いてたのに。あ、で、今日、そうですね、クローバースキルアワードっていうのを、そうですね、じゃあ、このまま繋いでもらって、
はい、クロバスキラードっていうのが、この間、始まったっていうんですかね。はい、始まったと。スキル、クロバのスキルを作って、まあ、応募して、いいやつがあったら、賞金、まあ、なんかいいことがあるという、アワードが今開催中ですんで、でそれについての話を、まあ、LINE の中のクローバーの人が喋ってくれるという形になります。で、まあ、ね、どういうふうに作ればいいんやみたいな人もいると思うんですけど、そういう人は、さっき言ってたハンズオンとかにね、参加してもらえればなと思います。まあ、こんなことを言っているけれども、僕もスキルを作ってないので、クローバーのスキルを作って公開すると、T シャツもらえるんですよ。これなんか、この子とかこの子とか T シャツ着てるんですけど、そう、これがないやつは作ってないやつなんだよ。なんかちょっと、僕は肩身の狭い思いをしているので、ちょっと作んないとなっていうのをいつも思いながら。はい。で、このね、なんか、字が見える。はい、よろしくお願いします。はい、ではクローバーのですね、ちょっと告知の方の、これあれですね、写真とか大丈夫ですか？あ、大丈夫です、写真大丈夫です。はい、あとごめんなさい、今日 YouTube 配信をしているので前で話す方、なんかダメな時とかね、言ってくださったらいい感じに隠してくれるんで、はい、あ、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、ちょっと軽く自己紹介なんですけども、クローバーのですね、マーケティング室で公式サイトですとか、スキルストアの担当をしております。はい。ではですね、これちょっと皆さんに質問したいんですけども、クローバーデスク、もう持ってるよって人いますか ?1、2、3、4、5、6、7。中の人です、中の人です。中の人じゃないです。あんま少ないですよね。まあ、その理由はちょっと僕はあえて語れないですけど。はい。でですね、今、先ほどご紹介いただいたように、LINE クローバースキルアードっていうのを実施してますと。で、これオリジナルスキルを使って、まあ、ここに書いてあるんですね、先ほどまだ持ってないって言った方、デスクであったりとか、私今着てるんですけども、このオリジナルパーカーですね。こういうのとか、ここに刺繍が入ったりしてるんですけど、これを皆さんに、まあ、もらっていただこうという、企画でございます。はい、で、一応今、まあ、なんでこれやってるかっていう話なんですけども、今、クローバーのスキルって、アプリじゃないと見えないじゃないですか。これちょっとなんかね、みんなにこう一般ユーザーからするとちょっと分かりにくいみたいなところがあるので、これを実はですね、ちょっと近日、ウェブ化をですね、ようやくリリースしますというところで、今、まあこれに向けてちょっとやっぱりこう、クローバーもっと盛り上げたいなという思いがこちらもありますので、まあちょっと今スキルアワードっていうのをやろうとしておりますと。はい、でですね、一応スキルアワード概要なんですけども、申し込みとしては、5月の17日までに、申請をお願いしています。で、かつ、5月の31日までに、ちゃんとスキルが公開していることが、必要となります。これちょっと、下のですね、QR コードの LINE のエンジニアブログにももう公開されてますけど、詳細は載ってますので、ここ見ていただければと思います。はい。あとですね、テーマなんですけども、ここに書いてあるとですね、毎日使いたくなるスキルであったりとか、あと今、クローバーってこう、まあ家族向けであったりとか、まあ子供向けみたいなところも結構フォーカスしたいなって思いがあるので、まあ子供が使いたくなるスキル。あとは LINE の先ほどね、いろいろと API 系の連携って話がしましたけど、それの活用をうまくされているスキルっていうのを、まあこの3部門という、まあ3つのですね、コーナーで、まあそれぞれに賞を募集しています。それぞれで1位になった方にはデスクとパーカーをあげると。ね、あとは、それぞれの各賞でパーカーも、まあ、事前という形でお渡しできるように今考えております。なので、最大3名ですね、デスクがもらえるという感じです。で、ちょっと今日ですね、発表するにあたって何かなんか小ネタを仕込んでこいと。今日ですね、朝、急に言われてですね、なんか何か、ないのっていろいろ考えてですね、ちょっと、まあ、大した話じゃないんだけど、一応ですね、去年年末に、まあ、クローバーのスキルがどんなものが1位かみたいなのをですね、DAU っていうのを、まあ、数字は公開してないんですけど、どれが一番多いかみたいなのをちょっと公開させていただいてるんですけど、
今年の1月から3月までで、どんなのが多いかっていうのをちょっと集計してきてます。で、2009年 UU のベスト5を出してきまして、まずですね、企業面。で、企業が作ったスキルで言うと、1位、実はダントツ歯磨き君です。歯磨き君が第一位です。あとは、会員サポーター、ローソンラジオ、ディズニーのゴールド表現、ハワイの朝。で、ちなみに6位が、また会員系なんですね。まあ、どんだけみんなこう、眠りに、こう、ちょっと困ってるのかみたいな。まあ、子供系と、まあ、なんで、結構日常的に使えるやっぱりスキルっていうのは、日々前に使えるスキルっていうのが、やっぱりこう、上に来やすいかなというところですね。で、続いて、皆さんがこう、作っていただいている個人の方が開発しているスキルとしては、上からですね、動物鳴き声クイズ、激ムズ早口言葉等々です。結構、エンタメ系のスキルが結構多いですね。はい。なので、まあ、ちょっとこう、企業系のスキルのがやっぱりどうしてもちょっと多くはなってしまうんですけど、とはいえじゃあ、例えば5倍も10倍も有用数が違うかってそんなことはないです。なので皆様ちょっとね、ぜひぜひというところでお願いしておきます。はい。はい。じゃあ先ほどですね、改めてお伝えしますけど、これ5月の17日までですね、スキルワードを募集しておりますので、皆さんぜひですね、振るって、応募していただければと思います。こちらですね、スキルの方に、申請をすれば自動的にエントリーとなります。はい。で、皆さんのこれアワードを受賞しましたけど、どうですかっていうのは皆さんに確認のメールが行きますので、確認で皆さんこうメール見ないでスルーしてると、受賞してたけど知らないうちに流れたかみたいなことがありますので、その点だけちょっとご注意いただければと思います。はい。じゃあ以上、スキルアワードの告知でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これ、3つの部門参加みたいなこともあり得る。あり得ます、ね。あり得ます。1人が全部取っちゃうみたいなこともあり得る。まあ、じゃあ皆さん、ぜひ、参加取ってる。優勝も全部。そうですね。はい、全部。全部。ハーカー6枚。みんな全部目指してください。ぜひぜひ。ね。でも、いつかスキル作ろうって思ってる人いたら、今作った方がお得ですよね。これで言うとね。あと、ちなみに今ちょっと1個言わせたんですけど、これ、まあ、絶対じゃないんですけども、ぜひ、LINE のエンジニアブログに出たいって方はですね、入賞した方は、LINE の、エンジニアブログの方で紹介をすると。まあ、こんなスキルで、こんな思いで作りましたよ、みたいなのを紹介されるので、ぜひ、ちょっと、紹介されたいな、みたいな思いもある方も、ぜひ、応募いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、拍手で。はい。じゃあ、ここから、もっちゃんの、はい。もっちゃん公演スタートで、まあきっとみんなね、LINE エンジニアブログには出たいと思ってるはずなので、まあ、出たいと思ってなくてもね、ぜひこの期間に応募すると。こういうことを言うと、ね、僕もこう圧がね、来るんでね、スキル出せよみたいな。シャトルラン知ってる人、シャトルランスキルって僕前作ったんですけど、落ちた、リジェクトされたっていう話があるから。シャトルラン知ってる人、これ知ってますよね、半分ぐらい。シャトルランは、知らない人のために言うと、持久力テストで20メートルを往復して走るってやつなんですけど、一応全国の小中学生で今も行われているんですけど、一定の年齢以下じゃないとみんな知らないっていう話でした。僕は全日本の人がみんな知ってるかなと思ったら、一定の年齢以上の人が知らなくて、シャトルランの話題をした時にめっちゃみんな笑うかなと思ったら半分ぐらいシーンとなったっていう。はい、まあ、じゃあこんな感じでお願いします。それでは、私の方からは、ちょっと新しいスキルをちょっと作りながらですね、VI というか、クローバーと LINE のボットですね。こちらの可能性をちょっと、模索してし、みましたので、その内容をちょっと発表しようかなと思います。クローバーと LINE ボットの連携って感じで、発表したいと思います。で、まあ、新しく作ってるスキルっていうのは、まあ、デラックス動物鳴き声クイズってやつなんですけども、まあ、そもそもまあ、これデラックス動物鳴き声クイズって何なのかっていうと、まあ、今すでに出してる動物鳴き声クイズっていうのがあるんですけど、それのデラックス版っていう感じで、まあ、そもそも動物鳴き声クイズが何なのかっていうところですが、動物の鳴き声を当てるクイズですね。
まあ、リアルで迫力ある動物たちの鳴き声をふんだんに使って、まあ、クイズっていうスキル、やってます。で、これ、割とですね、ユーザーさんの誘導っていうのを VUI のアプリでやっていくんですけども、私はこのスキルの中で効果音っていうのを結構気にして使ってまして、まあ、文章でユーザーさんを誘導するっていうのは、まあ、よくあるかなと思うんですけども、割とですね、あまりそこに頼らずに、効果音ですね、この状態の時にこの効果音を鳴らすという感じで、ユーザーさんに、今こういう、ここに来てるぞっていうのを、分かってもらうと、そこをちょっと意識してやってますね。これやっぱりその、何回も使っていただくと、同じメッセージ何回もするのは多分きついと思うんですよ。そこでやっぱり効果音っていうのが、結構その、負荷が下がってくると。そういうふうに思って、ちょっとその辺は意識してますと。で、ちょっと、まあ、どんなものなのかっていうのも、動画で、流させてください。ねえ、クローバー。動物鳴き声クイズを開いて。こんにちは、動物鳴き声クイズへようこそ。これから問題を5つ出題するので、何の動物か当ててください。遊び方を知りたい場合、ヘルプと言ってくださいね。それでは始めます。1問目です。こういった効果音ですよね。この鳴き声これから始まるぞっていうのを、まあ、メッセージで教えるっていうよりは、音で。ライオン。正解です。で、まあ、正解したら、まあ、効果音を流すと、まあ、こういった効果音を効果的に使っていくというところですね。そうするとユーザーさんの負担が下がるのかなという、まあ、そういうのを、意識したという感じですね。ただですね、ちょっと今動画見ていただいて分かったと思うんですけども、これ複数プレイできないんじゃないかっていうところですけど、それもちょっと気にしてたんですけども、まあ、基本的にクローバーのスキルってこういう感じで1対1、ユーザーさん1と、まあ、クローバーが1ですね。っていう感じで、1人でしか遊べないんじゃないかっていうところですね。こういうことはできないですよね。ただ、まあ、クローバーから複数はまあできるかなっていうのがある。ただ、まあ、これはちょっとどうしてもできない。そこで、これ LINE のボットを活用したら、もしかしたらできるかもしれないっていうところで、ちょっと、まあ、やってみましょう。これ全然完成してるわけでもないんですけど、ちょっと、今の段階のものを流したいと思います。リラックス動物鳴き声クイズですね。ちょっと流しますね。ねえ、クローバー。リラックス動物鳴き声クイズを開いて。音声ですけど、気にします。こんにちは、リラックス動物鳴き声クイズへようこそ。招待コードを取得してみんなに教えてください。これはスマホに変わるってお分かりかと思うんですけども、複数ユーザーいると思います。で、まずその、オーナーと呼ばれるゲームユーザーが、他の参加者にですね、招待コードっていう形で、招待をすると思います。それで複数に、ユーザーができる状態になると。でカメラ機能、最近 OCR の機能とかついてるので、その辺もまあ使ったりとかしてですね。これで招待コード。準備はいいですか？で、招待されて、範囲が整っているので、まあ、スタートしていきます。で、こういう感じでまず効果なんですよ。これから始まるぞっていう。クイズを始めます。スタートボタンを押してください。1問目です。って感じでこの鳴き声は何の動物でしょう？複数ユーザーでもこう回答ができると。でこれ一応ですね。2問目です。同じ問題みんなが正解しても一番早く答えた人にはさらに早く答えたポイントみたいなのを付与したりとかして、その辺でちょっと重みづるけども。3問目です。この鳴き声は何の動物でしょう？なるべくその回答した後の正解とか不正解とかも。4問目です。もうちょっとこう絵文字とかを活用とかして分かりやすくした方がいいかなと。この鳴き声は何の動物でしょう？
で、これ、2人とも正解数同じなんですけども、最終的にはその、早く答えたポイントをいっぱい持っている人間が、1位になるというようなシナリオです。そうそう、最後です。で、最後、これですね、右側の方ですけど、ステッカーを出すと、やっぱりこういう、さっき言った効果音に変わるラインボットで言うと、こうやってステッカーを駆使すると、やっぱり分かりやすいんじゃないかと。やっぱり、文字を見るのはしんどいと思うんですよね。なんで、パッと分かりがいいステッカーを活用すると、お、1だというのがパッと分かると。割とこういうのを活用するといいんじゃないかなと思っております。ちょっとまだ完成もしてないんですけども、で、構成図って書いてますけど、ちょっと資料、これ間に合ってないので、この辺は飛ばして、ということで、LINE のボットと連携すると複数人プレイも可能になったりと、いろいろ可能性が広がるっていうお話ですね。ちょっとまあ、クイズの使い方に関しては、まあ先ほどちょっと動画を流しながら、説明したので、この辺をちょっとパッと飛ばして、まあ、招待コードを取得して、まあそれを、最近だとこういう感じでカメラ機能を起動すると OCR で読めたりするので、まあ文字とかユーザーさんに入力させるの結構しんどくて、まあこういった機能つけるのどうなんだろうって思われると思うんですけども、だんだんこういう感じで便利になりますので、意外にこう、まあ実装してもいけるかなと。で、OCR の機能がない方は、まあ、リーフとか立ち上げて、そこの、フィールドにですね、文字を打ち込んでいただいたりとかっていう感じですかね。はい。って感じで、まあ、今回はですね、まあ、ボットと連携をしてるんですが、プッシュ通知はちょっと使ってないんですね。クローバーと一番簡単に連携ができるのはプッシュ通知ですね。クローバーのスキルのロジックからプッシュ通知が打てるんですけども、それが一番簡単な連携なんですが、今回はちょっと封印してやっております。っていうのも、まあ、アカウントのその料金かけ、料金の、体系があって、で、フリープランがですね、プッシュ通知にちょっと制限があって、1000通までしか、月1000通までしか、プッシュ通知で使えないんですよ。なんで、あまりプッシュ通知に頼った機能を実装すると後で諦めますというところで、私は今回はそのため封印したといったところですね。で、ちなみにですけども、この、LINE 公式アカウントへの統合っていうのが、4月18日から始まってますよっていうところです。今まで皆さんが、やられてる時に使っているのは LINE アットアカウントっていうやつなんですけど、それが、LINE 公式アカウントに統合されているという動きが今、進んでおります。その関係でデベロッパートライアル、っていうプランがなくなっています、今後は。今、新しい、ボットを作ると、デベロッパートライアル選べません。フリープランになるはずです。って感じで、デベロッパープラン、トライアルプランって、まあ、こういう感じで、プッシュ通知無制限だったと思うんですよね。ですけど、それがちょっと今後は、まあ、無料ではそういうことはできなくなる。ただ、友達可能数50人制限っていうのも、ちょっと あったと思うんで、この辺、正直私はこっちの方がきつかったんですよね。まあ、今後はデベロッパートライアルの、プランはなくなりますので、まあ、プッシュ通知無制限っていうのはちょっと、無料ではきついと、いう感じですね。ちなみにちょっと自分でもブログを書いてみましたので、検証のブログが来ましたので、まあ、この辺も参考にしていただければと思っております。って感じで、今、プッシュ通知を今後使っていくと、ちょっとコストがかかることは間違いないといったところです。ですので、ここで課金の仕組みを入れましょうというところですね。LINE さんは LINE Pay があります。LINE Pay があるんですよ。LINE Pay っていう課金というか、オンライン決済ですね。それができる、仕組みも用意してくださってまして、非常に簡単に実装できるんですよね。で、ちょっと今から長さですけど、左下に実は VIP 機能っていうのをつけてまして、まあ、この辺も全然完成してないですけど、まあ、ボタンを押すと、LINE Pay の支払いの、機能を呼び出しますと。こういう感じで、簡単にですね、認証も通って、まあ、こういう感じですね、
用意されている決済のボタンになります。で、真ん中の緑のボタン、決済、あの支払いボタンなんですけども、これを押すと、まあ、決済が完了すると。もう本当に簡単に、あの、課金の仕組みが認められちゃうわけですよね。まあ、実際にあの、なんですけど、店舗登録みたいなことをしたりとかしないといけないんですが、ちなみにこれ今は、サンドボックス環境っていう、ちょっとテスト環境でやってる状態ですね。はい。って感じで、あの、課金を、の仕組みを入れれば、先ほどあの、プッシュ通知コストかかるって言いましたけど、それで帳消しに、できますよねっていうところですね。で、課金をしてくださったユーザーにはちょっと VIP 扱いっていうことで、VIP ユーザーだけのメッセージを通知してあげたりとかですね、あの、いつも遊んでくれてありがとうございますみたいなことですね。まあ、こういったのを言っていくといいんじゃないかなと。で、プッシュ通知が使えますので、さらに楽に、まあ、連携の機能を提供できますと。先ほどはちょっと裏側の仕組みでゴリゴリ頑張ってたんですけども、もうクローバー、からプッシュ通知ですね。ゲームに招待したい人たちにプッシュ通知を、送ってあげるとかですね。そんな感じで、課金の仕組みを使えば、まあそういった選択肢も出てくるかなというところですね。で、まあ今、今日話した内容としては、特に言いたいのは、VUI だけで考えなくてもいいんじゃないかっていうところでした。VUI とそれ以外を組み合わせると可能性はすごく、広がると、言ったところをちょっと垣間見たなっていうところでしたね。で、特にクローバーには LINE ボットがありますので、大変便利になっておりますというところです。そうですね、LINE さんのテクノロジーを使えば、いろんな可能性が、広がりますというところで、まあ、これからゴールデンウィークで、皆さんお時間、ある方もいらっしゃると思いますので、ぜひですね、素敵なクローバースキルを作ってみてくださいということで、最後自己紹介ですけども、川本と申します。普段はもうちゃんと呼んでいただいてます。趣味は LT 登壇で3月の10本ぐらい LT 登壇してました。あとはおしゃべりがすごい好きですので、懇親会とかで、ぜひお話をさせてください。ということで、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あれなんですね、そしてゴールデンウィークのアドベントカレンダーとかね、最近話題になっててね。そう、ブンブンくんがゴールデンウィークの、ゴールデンウィークに LINE デベロッパーコミュニティアドベントカレンダー食べてくれたんで、もう早いっすねって言うけど、もうゴールデンウィークなんですね。こんな感じで、こんな感じでやっていきます。やっぱね、LINE ボットと連携できるってところがやっぱりね、クローバー強いよって感じがありますので。さっきのチャットのね、プラン変更の話を結構使ってる人からするとタイムリーな話題っていう。LINE ボットとか開発したことあるようとしてどれぐらいいます？なんかちょっとでもハローワールド的なんだなってことあるよって。あ、半分ぐらい。でも逆に言うと半分ぐらいはやったことないんですね。スキルつけたことあるようにしてどれくらいいます？あと、それも半分、こっちの方が多いですね。こっちの方が多いんだ。なるほど。そういう感じらしいですけど。はい。はい。じゃあ、大丈夫ですか？はい。あ、大丈夫ですか？はい。基本僕は、つないでる時の間ぐらい喋ってるつもりなんで、準備整ったら。はい、お願いします。じゃあ、始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。で、そうですね。まず、皆様、今日一日お仕事などでお疲れだと思いますので、伸びでもして、リラックスしてみましょう。はい。では、始めさせていただきます。これは、おととい、VS コードで LTC が出て、ちょっとかっこよかったんで、真似してやってみました。はい、まず自己紹介ですけど、私、田中美翔と申します。写真汚くてすみません。普段はスマートスピーカーや IoT あたりのイベントにたまによくいます。で、昨日発表ありましたが、LINE API エキスパートになりました。今後とも、皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。
では、まずですね、クローバースキル開発にあたっての基礎的な話をしていこうかなと思います。まず、クローバー、どうやって動いているのかというと、クローバーエクステンションキット API というものが使われているんですね。この API 正体は HTTP のリクエストレスポンスです。ボディ部分にクローバーの発話情報とかが JSON 形式で保存されて、やり取りされます。この JSON の構造、詳細仕様は公式ドキュメント、この CEKAPI のリファレンス、配下にあります。ぜひ見てみてください。そんな量も多くないので、一度さらっと流し読みだけでもしておくといいかもです。で、はい。で、ただ、API なんですけど、JSON パースして読み取って、処理をして、再構築してですよ、なかなかつらみがあります。そこで活躍するのが、各種言語に対応した SDK ですね。で下の方にいろいろ見られたアイコンがあるかと思いますが、現在、これらの言語向けの SDK が用意されています。で、おそらく、多く使われているのは、Node.js なんじゃないかと思います。で、Node.js 向けの SDK はこちらの、Clover-CEK-SDK-Node.js ってやつですね。でこれ、他のプラットフォームのスマートスピーカースキルも、基本、Node.js が主流だったりするから、だかなと思います。で、この Node.js の SDK、使い方を Kita の記事にまとめています。Kita のクローバータグとか CK タグで、ストック数順でも一番上がってくるので、これから Node.js でクローバースキル開発してみようという方は、ぜひ、ご一読してみてください。次に、クローバーデベロッパーセンターですね。こんな感じの画面のことです。クローバースキルのポータル画面になります。ここで、できることとしては、全体的なクローバースキルの管理や、CEKAPI での処理以外の部分の管理ですね。処理以外って、どんなのがあるかっていうと、スキル名とかカテゴリー、説明の登録とか、あとインテントスロットとか、対話モデルの構築ですね。で実は最近 UI が刷新されまして、前の UI の解説だと、結構クローバーの SDK 出た初期の頃に、今中君とか、リスネさんが、記事にしてくれたんですけど、新しくなった UI の使い方みたいな記事がパッと見まだなかったので、逆に言えば記事化のチャンスかなと思います。誰か作ってください。続きまして。はい。あと、スキルの作り方としては、こんな方法もあります。Alexa や Google アシストからの移植ですね。まあ、この時問題になってくるのが、対話モデルの移植ですね。インテントとかすると、コードじゃなくて、Web の GUI からポチポチ入力して、構築していくので、この作業はとにかく辛いんですね。でそんな面倒な対話モデルの移植をサクッと行えるツールを GitHub に公開しています。対話モデルは、基本的にどのプラットフォームもファイルエクスポートできるので、そのファイルをこのツールにかますと、クローバーの対話モデル形式に変換してくれます。あとは変換したファイルをインポートするだけですね。ただ、これで移植できるのはあくまで対話モデルの部分だけです。バックエンドのコードで管理される部分は、別途CKPI 用に書き換えなければいけません。けど、Alexa スキルなんかは、割と苦労なく移植できるんじゃないかと思います。というのも、クローバーで Alexa の API の JSON 構造は結構似てるんですね。ビジネスプロジェクトがちゃんと分離した先やってれば、割とサクッといけるんじゃないかと思います。はい。というのはこんな感じで、移植できるかなと思います。はい、続いて、スキルのアイデアのヒントについてお話ししようと思います。今回のアワードテーマ、先ほどの、ちょっとおさらいです。毎日使いたくなるスキル、子供が使いたくなるスキル、LINE API とうまく連携されているスキルというのがありました。でさっき、それぞれで、3冠狙えるっていう話でしたが、まあ、個人的には、その多分一番最後の要件は必須要件かなと思ってて、上2つも、なんかメッセージ API とか、リフとか組み合わせないと、厳しいんじゃないかなと思ってます。で、なので、上2つのテーマにしたスキルを使えることがポイントだと思ってまして、ここでまず、
ヒントになってくるのが、昨年のラインルートアワードのエントリー作品がヒントになるんじゃないかなと思ってます。でエントリー作品の一覧、この画面で見えまして、エントリー部門とか、クローバースキルとかっていうのはフィルタリングして見れますので、ぜひ、ね、一度眺めてみてもらってもいいんじゃないかと思います。でですね、エントリー作品を参考にするにあたって、今回のテーマと、テーマに近いのが、このファミリー部門、フラつぶし部門、コーチカップ部門、この辺りだと思います。そしてこれら あのテーマ賞の昨夜の受賞作品、まあ、アイデアもクオリティもすごいので少しご紹介させてもらおうと思います。はい、まず言うと家族の出題賞ですね。今日もちょっと作者の川さんいらっしゃったんですけど、はい、これはもうまさにあの今回のアワードのテーマのこれを作れと言っているようなものかと思います。本当に子どもの手伝いを評価してポイント付与だったりとかしたいですね。はい、こんな感じの、ボットからの使い方が好きなんですけど、子どものお手伝いを評価してポイント付与、そして子どもがポイントを使ってクーポンを発行したり目標管理もできるといった機能がついてます。こんな感じでもう本当親と子どもがウィンウィンの関係を築ける素晴らしいスキルとなっています。はい、続いて、暇つぶし部門賞を受賞した、謎の VUI クリエイター集団ベンサーコラボさんが送る、ゾンビの街です。どんな内容かといいますと、こんな感じの、これも元に裏についてます。で、どんな内容かといいますと、ゾンビの街に一人取り残された男の子と、クローバーを通じて会話をしながら一人進めていく、謎解きサウンドホラーゲームになっています。これはもうまさにあの VUI ゲームの新境地ともいえる作品となってまして、ボットともうまく連携して、GUI の要素も入れつつ、あくまでメインは、クローバースキルという構成になっています。この VUI-GUI の使い分けも結構肝で、ちょっと確認したいけど、いちいち声でやり取りするには億劫なことを、うまくボット側に持っていってるんですね。これゲームに限らず、VUI-GUI 共存する環境では有効な役割分担かと思います。そしてあと面白いのが、ゲームの中でキャラクターが移動していくんですけど、この移動にかかる時間が、リアルな時間になっているんですね。例えば5分ぐらいの時間を要する距離の移動なんかは、5分に強かったりといった感じで、まあ、これでちょっとした間を設けて、まあ、ユーザーにちょこちょこ遊んでもらえるようにすると、だんだんと毎日使っていってくれるようなスキルになっていくんじゃないかと思います。はい、といった感じでいろいろお話させていただいたんですけど、こちらのスキルアワードの視察ページなんですね。これをちょっとスクロールしてくるとですね、まあ、私の今話した内容全く同じ内容が載っているので、景品に迷惑を入れてちゃんと読んでない方はしっかり全部言ってみると、お勧めします。はい、あとですね、はい、アワードにあたってぜひとも皆さんに紹介しておきたい、ものが一つあります。それはですね、こちらです。オムライズというマイコンです。でこれ、一体何者かというと、ざっくり言っちゃうと、本当、すごく簡単に楽に開発できるマイコンになっています。本当に楽で、これを経験すると、他のマイコンを触るのも抵抗を覚えるぐらいに簡単です。で何が楽かっていうと、まずあの JavaScript で書けるという点ですね。で、まあ、このおかげで、クローバースキルや bot、if が全部 JS で言語が統一できるというメリットがあります。そして、マイコンとして特に画期的なのが、プログラムなんですけど、デバイスに書き込むんじゃなくて、クラウドに置けるという点ですね。なので、ランナーとかでも動かせるという点です。でこれ何がすごいかというと、エンドユーザーとしては、オフライズ対応スキル使うときに、オフライズの PC につないで、なんかデバイスに書き込んだり、プログラムに書き込んだりっていう必要がなくて、スキルに対して、ユーザーが持っているオフライズの固有 ID を使えるだけで使えるようになります。であと、ライシングスにも対応しているっていうのも強みだと思います。で、はい。昨年のライブドアードでも、数々の作品が出ていました。でこの左の画像の、なんかドラえもんに手足が生えてる、まあ、改造されてるやつは、ドラえもんとゲームができる月になっていまして、
しかもこのドラえもんの手足の部分、ボディの部分が 3D データが保管されていて、誰でも簡単に 3D プリンターで作れるようになっています。でドラえもんが動くという時点でかなり子供向け良さそうな作りになっています。こちらのブータワールではエンジニア賞を受賞された作りですね。で真ん中の写真はなぜか IoT 界隈とかでよく見るクラッピーっていうおもちゃなんですけど、パチパチ拍手するおもちゃなんですね。でこれになんかサーブモーターを埋め込んでオムライズで操作するっていうものになってます。で最後の写真のやつ、一番右の写真のやつなんですけど、パッと見何だかよくわかりませんが、黒いケーブルのやつが、心拍センサーになってるんですね。でこれをつけて、この場に話しかけると自分の心拍数、つまり心のテンポと一致する曲を Spotify から引っ張ってきてレコメントしてくれるというスキルになってます。こんな感じでですね、クロバ使うと、簡単に、ボットとかスキルに、IoT を絡めることができます。で、IoT 絡めると何が嬉しいかっていうと、今回のスキルアップのテーマとか結構狙いやすくなるんじゃないかなと思います。例えば、毎日使いたくスキル、毎日使いたくなるスキルというテーマであれば、IoT を駆使したおうちパッケージとかできてるかなと思いますし、子供が使いたくなるスキルについては、クローバーを先ほど見たからのロボット化したりとか、クラッピーのようにおもちゃにオムライズ仕込んでスキルが操作できるようにしてみるなんてすると、子供の原因じゃないかなと思います。はい。で、そんなオムライズの、開発情報をいろいろアウトプットしています。オムライズ自体は JavaScript にかけてとても簡単なんですけど、スマートスピーカーとかと組み合わせるにはちょっとしたコツがいります。でそのあたりの情報をスピーカーデックとかキータで公開しています。特に今まで話をしてきて、皆さんの中にはマイコンが必要なスキルをそもそもリリースできるのかみたいな疑問が湧いた方もいらっしゃるかと思いますが、結論としてはリリースもできます。で先ほど の心拍数を拾って音楽に購入するスキルもこれリリース済みです。でただやはりそのリリースにあたっては注意点がいろいろあります。例えばですね、基本的にユーザーのオブライズ ID をデビに確認して持ってくるんですけど、クローバースキルが、クローバーのポリシー上ですね、ユーザーがスキルを無効化した時とかは、この ID をデビから削除したりしなきゃいけなかったりするので、そんな感じでオブライズ対応スキルをリリースするにあたっての、何度も一度止めて得た知見を聞いた記事に書いてますので、オムライズ、挑戦してみようかなと思う方は、ぜひともご一読ください。といったところで、ご覧ください。はい、じゃあそのところで、以上、こちらは、なかった。多分これは、スキルアワーはあんま関係ないんですけど、クローバー、ちょっと、クローバーとか LINE にはちょっと関係ある話はちょっとします。IF と CLI というのを作りました。IF とをご存知の方がいらっしゃいますか？お話しているところか。はい。で、IF と、簡単に説明しておきますと、いろんなサービスとサービスを組み合わせて、連携していろいろできるサービスについてもお話しするんですけど、そんな感じです。例えばですね、Twitter で、誰か何かつぶやいたら、クローバーに通知したりとか、GitHub で一周来たら、LINE に通知を送ったりだとか、そういったことが、レコーディング表で行えるんですね。といった感じのとても便利な、人なんですけど、一つだけ、つなぎがあります。それはですね、API がないということなんですね。いや、ご紹介しましたように、人、すごい便利なサービスなので、使っていくとどんどん、登録数が増えていくんですね。アプレットっていうタイプなんですけど、私は86個登録ありまして、ここまで来てくると、もう画面ポチポチやってるじゃもう管理しきれないんですね。ということで、作りましたのが、こちらの IFTCLI というものになります。Node.js 製で、NPM もリリースしているので、ここに出ているコマンドを打つとリストできます。で、どんな感じかというと、デモ用の動画を用意し、自分を用意しているので、ご覧ください。こんな感じで人のリストが出たりとか、アプレットの情報、詳細情報を提供できたりとか、あと、クリエイトとか、デリートも
アプリも実装しています。はい。で、実装機能はこんな感じで、まあ、基本的な管理は大体問題ないレベルで実装できるかなと思います。あとは、仕組みとしては、バックグラウンドで Google スクロール、アペティアってやつを起動して、リフトをもうスクレーピングでガチャンと操作するという動きになっています。で、技術要素として、この辺使ってるんですけど、ちょっとそれも初めて使ってみましたが、すごい便利な、ライブラリとかがあったんです。で、もし、この表を見てピンときた方がいらっしゃると思うんですけど、このあたりの、ツールは、実はですね、クロバの CK、SDK、Node.js のやつから参考にさせてもらって、使ってみました。でどれも、まあ、今その、あんま Node.js で CLI 作ってないと思うんですけど、まあ、Node.js で CLI 作るなら、この辺の技術パーキッションセットがベストなんじゃないかと思います。消えちゃったんで、はい、以上、ご清聴ありがとうございました。みささん、ありがとうございました。先ほど、司会をやられてたのげすけさんがちょっと蒸発しちゃったので、代わりに僕が司会を務めたいと思います。で、次の登壇者なんですけど、今城さんですね。はい、僕です。よろしくお願いします。で今日僕は作りたいを作りたいというテーマで、話したいと思います。であまり普段、登壇するときにあまり自己紹介しないんですけど、今日はちょっと身の回りの変化がたくさん起こったので、紹介させてください。名前は今城と申します。まあ、ここはもちろん変わらないんですけど、でエンジニアをやっていて、先ほどご紹介あった通り先日とか昨日LINE API エキスパートというものに、認定していただきました。ありがとうございます。でですね、3月まで大学生だったんですけど、無事卒業することができて、4月から面白法人科学というところで、働いています。ここも拍手していただけるとありがとうございます。もう今日は満足しました。で、こんな感じに4月に身の回りの変化がたくさんあったので、その中から3つを話題にして話していきたいなと思います。で、1つ目が今話したカヤックに入ったこと。で、カヤックってオフィスが鎌倉にあるんですけど、で、もともと自分実家の埼玉県に住んでいたんですけど、さすがにそこからじゃ通えないということで、一人暮らしを始めました。で、これが2つ目です。で、3つ目は、ノートという、ウェブサービスを日々漁るようになったということです。まず3つ目のノートを漁るようになったということから話したいと思います。で、すいません、壊れました。スライドなしでやることもできるんですけど、皆さん ノートってご存知ですか？ご存知の方、あ、結構多いんですね。じゃあ説明はいらないかもしれないですで、写真だったりイラスト、音楽、映像などを、投稿することができて、キュレーター投稿した人と、ユーザー読む人がつながれるようなサービスになっています。で、どういうジャンルがあるかっていうと様々で、例えばビジネス系ももちろんありますし、おかしいですね。
かるんで、ちょっと夏だときついかもしれないですけど。あ、着きました。ちょっと、じゃあ高速で行きます。そうなんですね。漫画とかもあるんです。漫画とかもあったり、短編小説もあります。一番自分が最近ハマってるのが短編小説です。で、これをどういうふうに読んでいるかっていうと、皆さん YouTube をご存知だと思うんですけど、YouTube でちょっと1本動画10分くらい見ようかなって思ったら、関連動画とかおすすめ動画とか出てきちゃって、結局1時間、2時間くらい見ちゃうことって誰でも経験あると思うんですけど、その要領で、なんか一つのハッシュタグでノートで検索したら、なんかおすすめとか出てきて、それをたくさん読んだら結局2時間くらい経っちゃってるみたいなのがあります。で、それがめちゃくちゃ自分にとって楽しくて、私服の時なんですけど、一つだけちょっと問題があります。変化した3つのことのうちの真ん中の部分、一人暮らしを始めたことです。で、恥ずかしながら実家に行った頃は、あんまり家事を手伝わない、なんと、親不孝な息子だったわけなんですけど、さすがに自立を、一人暮らしをしたということで、家事をするようになりました。掃除だったり、洗濯だったり、ご飯作ったり、食器洗ったり、で、家事って意外と厄介なもので、なんと両手を使わないと家事ってできないんですね。で、つまり片手にスマホを持ちながら、もう片方の手で食器を洗うってことが、なかなか至難な技ってことです。ノートを家事をしながらノートを見るっていうことができないんですね。でも、日中は仕事ですし、じっくり時間取れるときって家ぐらいでしかないので、やっぱり家でノートを読みたいと。で、つまり家事と並行しながら、ながら作業でノートを見たいんですが、見るっていうのは本質的ではなくて、自分の中でノートを見たいんじゃなくて、記事の中身を知りたいだけなんですね。つまり、誰かに別に、自分で読む必要はなくて、誰かに音声で読み上げてもらえれば、それでいいんです。ってことで、やっぱクローバーがいるだろう、ということになりました。ただ、記事を探すのは GUI でやりたいわけなんです。記事のタイトルとかって、音声でこれいいよとかって言われると、ちょっと時間がかかっちゃうので、GUI でパッパッと選びたい。あと、変にクローバーにレコメンド機能とかは入れ、されたくないですね。この記事いいよとかっていうのは、GUI でやっぱりしてほしい。つまり GUI でやりたいこともあるってことで、GUI と VUI の連携が必要になってくると考えております。やっぱりそうなると、LINEBOT があるじゃないか。なんて素晴らしいプラットフォームなんでしょう。で、これ実際に作ったアプリなんですけど、これはノートのスマホアプリの画面です。で、こんな感じでちょっと気になるような、記事を見つけたら、その記事をタップすると、右上に点が右上にあると思うんですけど、そこを押すと、ニョキッとなんか出てきて、LINE のボタンを押すと、簡単にボットに URL を送ることができるんですね。で、送ると、ボットが保存したで、ちょっと来て、保存してます。で、これであとはもうクローバーに読んでもらうだけです。ちょっと音がちゃんと聞こえるか不安なんですが。ちょっと聞こえづらいんですけど、もうスキルを開くと、ただただ淡々とクローバーが記事を読み上げてくれてます。で、スキルはこれだけなんですけど、見てわかる通り、ユーザーの使う流れが GUI から VUI に、という向きになっています。今公開されているスキルって結構 VUI で何かちょっとした情報を伝えて、伝えきれない情報を GUI に持っていくっていう流れとかが多いと思うんですけど、これはその逆で、こういう流れもありかなと思っています。で、この流れはアイデアを2倍にすると思っています。ちょっと VUI のそれっぽい話をすることができたので、ちょっとエキスパートとして話をしたいと思います。で、自分の中での LINE API エキスパートのミッションは、LINE API をやっぱり広めていくことだと思っています。実は今、紹介したスキルって、今日登壇するためだけに作りました。あまり公開する予定はないんですが、別にわざわざ作らなくても GUI から VUI の流れっていうのは説明できますし、それ以外にも技術的な話も全然できたんですけど、なぜわざわざ作ったかっていうと、自分は作って伝えたいなと思っています。技術的なことを広めるだけじゃなくて、実際にものを作って見てもらって、こんなこともできるんだとか、クローバーと、ボット連携させたらこんなこともできるんだとか、この技術を使ってみたいなとかっていう、そういうきっかけを広めたいなと思っています。で、これを、思ったのもですね、この前、カンジ君っていうボットを、ちょっとツイートに載せたら多くの、リポをいただいたんですけど、その40ぐらいのリポをいただいて、そのほとんどが、
使いたいです、使いたいです、使いたいですって言ってもらえたんですね。ただ中にはこんなセリフもあって、作ってみたいですっていうのも来たんです。突如ライバルが現れたわけなんですけど、で、もう僕が作ってたんですけど、でも素直にやっぱり嬉しくて、自分が作ったものを見て、その人がこういう技術使ってみたいなっていうのを、思ってくれた。きっかけを与えたいなっていうことで、最初のタイトル、作りたいを作りたいということにしました。で、皆さん忘れかけてると思うんですけど、変化した3つのことの一番最初のカヤックの部分ですね。カヤックの経営理念って、作る人を増やすなんですよ。これってさっき作る人と、作りたいを作りたいって言ったのと繋がっていると思っていて、エキスパートとしてもそうだし、カヤックの社員としても、作りたいを作っていきたいと思っています。ということで皆さん、クローバースピルを作ってみましょう。でですね、幸いにももう何度もご紹介あったんですけど、LINE さんが作る理由を提供してくれてます。ミニアワードです。デスクとオリジナルパーカーももらえます。でここまで LINE の紹介をすると自分がカヤックの人間なのか LINE の人間なのかわからなくなってくるんですが、ということで作るきっかけを与えたということで皆さんでミニアワードを盛り上げていきましょう。賞は僕がいただいていきます。どうもありがとうございました。司会がいないんでしたね。次はガオマンさんです。よろしくお願いします。ノビスケさん、みそさんがノビスケさんのモノマネをするみたいなので、あ、始めます。こんにちは。自己紹介です。ガオマルって言います。名前は高山ひろのりと申します。株式会社アイエンターっていうところで働いてまして、今日は大阪からやってまいりました。スマートスピーカーエヴァンジェリストと自称で言ってまして、同じく LINE API エキスパートをいただくことができました。ありがとうございます。普段の業務はカーリング支援ツールの開発をしております。あとはスマートスピーカーの研究開発とか、IWS の研究開発とかをしています。好きな言葉は、クローバーです。そして、こういう本を去年の9月に発売しました。スマートスピーカーアプリ開発メモっていう本が大好評発売中です。これは世界にたった一つだけ唯一のAmazon Echo と Google Home と LINE Clover に対応した世界で初めての本です。この本、いらない人、はーい。お、皆さん、いるという感じで。もし購入する際は僕の Twitter のトップページにあります、アフィリエイトリンクから辿っていただいたら、僕にちょっとだけお金が入ります。はい。まあ始めます。世界初のクローバーデコイベントがですね、先日行われまして、クローバーデコ第一人者の小城さんがね、わざわざ登壇しに京都大学まで来てくださいました。まあ、これ全部で3回やったんですけど、1回目2回目はクローバーのハンズオンっていうのも同時に開催しました。まあ、この時は20名ぐらい集まって、まあ、ほぼ全員、まあ、全員ですね、学生さんで、ハンズオンを開催していました。そしてですね、このように30台のクローバーデバイスがありましてですね、もうめちゃめちゃテンション上がって、よし、ハンズオンやるぞってなった時に、まあ、未開封っていうね、全然どれも空いてなかったっていう。で、これからセットアップしていくという。そしたらもうクローバーがそこら中から、あらららとか、で、こいつもなんか、ふうふうとか横で言い出して、
もうわけわからない状態になったんですね。で、このセットアップに1時間ほど費やしまして、全然始まることができないっていう、もう散々な感じになりました。まあ、同時に、まあ、最終日クローバーデコもやって、まあ、みんなも一生懸命こうポチポチクローバーに立っていったりとかして、ようやくまあ最後、まあ、皆さん無事クローバーが完成して、思い思いのものができたっていう感じですね。そしてようやく本題です。でそう、ネタスキルをですね、2つほどリリースしまして、まあ、言語ジェネレーターというものと、まあ、令和カウントダウンというものを作りました。で、まず言語ジェネレーターなんですけども、まあ、これはどういったスキルかといいますと、ちょっと動画があるので、そちらを。めくるのが、言語ジェネレーターを開いて、こう言語ってなかなか変換されずにですね、言語になっちゃう。まあ、これちゃんと LINE ボットにもこう送られるというで、これ何かというと、まあ、これまでに言語で使われた漢字71種類あるんですけども、そこから2文字ランダムで抽出して作成します。一応、言語ジェネレーターは全デバイスでリリースしてますので、もしよかったら、ちょっと試してみてください。一番よく利用されているのは、まあ、クローバーじゃなくて、Google アシスタントなんですけども、まあ、勝手な想像なんですけども、言うとしたら、スマホから簡単に起動できる点なのかなとか思いながら、っていう感じなのかな、わかんないですけど。で、アレクサも出したんですけど、これひどい話ですね。これ死んじゃうから埋もれちゃうんですね。これアレクサのこれひどくないですか。誰が作ったかなんですけど、ここにいたらすいません。全国の郵便番号を答えてくれるっていうスキルがですね、47都道府県全部出してですね、僕のだんだんスキルがこれの本当に一番最初の出始めの頃にちょうどリリースして、もう完全に埋もれちゃいます。これはもう一個にまとめてくれよっていう感じですね。で、48個目最終日になんか全部を1個にまとめたスキルもリリースして、この星2つだけついてるやつがひどいなと思って、それ1個だけでええやんっていう話がありました。クローバーもスキルの起動に非常に苦労しまして、言語ジェネレーターとか言語ジェネレーターとかリンゴをジェネレートって、もう最後何やねんこれして、もう変な変化もされますし、だいぶ焦りました。アクロバデスクのおかげで、この下の方にですね、どういった言葉に変換されているのかっていうのはリアルタイムで表示されるので、そこは非常に助かりました。まあ、意外と言語っていう言葉に変換されないんだなという感じました。これまでに作られた言語の数なんですけども、なんと8260個作られています。で、これは Amazon の S3 の方に画像がポン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 放り込まれて、今この数になっていってます。で、システムの構成なんですけども、まあ主に AWS を使っています。で、画像の構成は Jimp っていう非常に便利なライブラリーがありまして、まあ、これ何かというと簡単に、まあ、Node.js 上で画像の構成ができるというものです。もう簡単に Node.js で使えるので、まあ、Read っていうやれば簡単に画像が読み込めて、Resize っていうやれると簡単に Resize もできる。で、.write って書くと、まあ、その画像の名前で出力も簡単にできるということです。
まあ、詳細は聞いたに書いてるので、もし興味がある方は見てください。まあ、続いて、令和カウントダウンというのを作りました。これも動画あるので。ちょっと聞こえにくいかもしれないですけど、令和、令和まであと何日ですっていうだけのスキルです。もう新元号が発表された瞬間に作り始めてですね、3日後の4月4日に無事リリースされました。1回リジェクト食らっちゃったんですよね。まあ、なぜかっていうと、令和っていう言葉に反応されなくてですね、ちゃんと令和って認識されなかったですね。で、言葉で喋ると、なんかカタカナのレイとワっていうわけわからへんかになって、まあ、これをサブに登録して、なんとか公開できるようになりました。で、ある程度日にちが経ったら、ちゃんと正しく令和って感じに変わったんで、あ、それはそれでちゃんと学習されたんだなっていう感じを受けました。で、これがなんと、人気スキルに掲載されるという素晴らしいですね。あと何日っていうだけのクソスキルですっていうのは、はい、あともう一点なんですけど、ここから全然クローバーと全く関係ない話をします。で、これボイスアップラボさんのゾンビの街っていうものが、まあ、先ほどみそさんもおっしゃってましたけども、まあ、これAmazon コネクト使えばリアルゾンビの街ができるんじゃないかっていうちょっと思ったんですね。まあ、実際にやってみたんですけど、これ多分ボート小さいのな。で、リアルゾンビの街を見てみると、そしたら実際に僕の携帯に電話がかかってきます。携帯からの音声が流れますね。まあ、こんな感じで、この音声はちゃんとボイスアップラボさんから許可を得ていただいているものなのでご心配なく。まあ、こんな感じで実際に携帯に電話をかけてくる。実際に電話がかかってきて、まあ、まさに怖さが倍増したなという感じです。Amazon コネクトってむっちゃ簡単で GUI でフローをつなげるだけです。もうたったこれだけでさっきのやつはできます。Amazon コネクト、まあ、管理という感じで、全然フローは関係ないですけど。まあ、リフ経由で、まあ、携帯の番号を入力させて、どこを宛てにかけるのかっていう指定をすれば、まあ、いいのかなっていう感じです。ということでどうでしょうか、ボイスアップラボさん、これを導入してみてはという感じですか。で、まとめですけども、まあ、とりあえずスキルを何でもいいから出してみようという、まあ、さっきみたいな令和カウントダウンみたいな感じでしょうもないやつも人気スキルにのし上がることもできますし、何が起こるかわからない、まあ、とりあえず出してみようという感じですね。で、告知です。で、さっきやった Amazon コネクトのハンドオフは21日あります。もし暇な方は来てください。はい、以上、ご清聴ありがとうございました。なんで僕なんですか。もう初めて会った時に撮影した、初々しい頃の心情でした。若いですね。山田さん、ありがとうございました。次はちょっと LT に移りたいと思います。なので、1人5分くらいの話を3名の方にしていただきたいと思います。まずは伊藤さん、よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ちょっと今日エンジニアの人が多めだなっていう印象なんですけど、
私は VUI デザイナーでシナリオを書いたりしているので、ちょっとその視点から皆さんに次の LINE のスキルアワードの、まあちょっと企画の手伝いとかができればいいかなと思って、今日は、おしゃべりしんちゃん VUI デザインの細かすぎるこだわりっていうテーマでお話ししたいと思います。まあ、私伊藤春奈っていう名前で株式会社ホワイトっていう会社で UX デザイナーをやってます。で4月10日にクローバーのおしゃべりしんちゃんっていうスキルをリリースしました。でどういうスキルかっていうと、まあ、ほんと簡単にクレヨンしんちゃんとおしゃべりできる雑談アプリです。で基本的には特定のクエリに反応するようなアプリになってて、まあ、それ以外はしんちゃんらしい適当な返答するっていうようなものです。まあ、ただいまとか挨拶を言うと、まあ、お帰り家に今夜行きに行くって言ってくれたりとか、まあ、マサオくんみたいなことを言うと、マサオくんはカスカベ護衛隊仲間だぞみたいなことを言ってくれます。でそれ以外にホゲホゲみたいなことを言うと、しんちゃんらしく、ゴロゴロするの忙しいぞとかアクションキックとか言ってくれます。で最初企画のタイミングで思ったのが、まあ、雑談ボットって作るのめっちゃ難しいですよねっていうのは本当に皆さん思ってると思います。でその時に、ホワイト独自の伊藤プルシステムっていう会話システムを今特許申請中のものがあって、まあ、それを活用して、まあ、めっちゃいろいろ細かくこだわりを持ってこのアプリ作ったんですけど、まあ、今日ちょっと5分ってことなんで一番こだわったところをお話ししたいと思います。それは適切な話者交代っていうところですね。で話者交代って何かっていうとターントーキングっていうんですけど、会話の参加者がどう話してと聞き手に分かれて役割が交代するタイミングを調整するかっていう問題で、まあ、会話って話してる側とか会話の主導権を持ってる側とそれを聞いてる側っていう風に分かれると思うんですけど、それをこうどういう風に交代していくかっていうところを今回すごいこだわりました。で、タスク指向型アプリあるあるっていうのは、ユーザーは終始聞き手受け手っていうのが、まあ、タスク指向型アプリあるあるで、まあ、アシスタント側の質問に答えるだけ、はいとかいいえとか、まあ、3人だよとか。で一方で非タスク指向型、まあ、雑談系のチャットボットあるあるは、まあ、ユーザーは終始話して、まあ、例えばピカチュウトークとかもそうだと思うんですけど、ユーザーからアシスタントに向けてひたすらこうこんにちはとかかわいいねとか話しかけるようなものになっています。でも人間同士の会話でも、まあ、自分に興味を持ってくれてる人との方の会話が楽しいから、まあ、適切に話者交代が行われる非タスク指向型アプリ、まあ、雑談アプリを作ってみたいっていうのが今回の企画で一番こだわったところです。でめっちゃ試行錯誤してて、もうエンジニアの人と調整に調整に調整を重ねて、テストにテストにテストを重ねて、まあ、今回すごい試行錯誤を行っていったんですけど、まあ、全体のフローチャートこんな感じで、まあ、メインの会話のフローがここなんですけど、ちょっと分かりやすく書くとこんな感じで、しんちゃんとユーザーの雑談の流れが上から下まで書いてあるんですけど、まあ、まずはしんちゃんから例えば旅行に行くならどこに行きたいみたいな、しんちゃんからの話題の提供があります。でそれに対してオーストラリアとか答える、まあ、そうなんだ、いいね、でワンに聞きたいことはあるっていう質問で、しんちゃんからユーザーに話者を交代するアクションを取ります。ユーザーに対して、まあ、特にないよとか、フォローバックに飛ぶようなことを言うと、まあ、カスカベ越えた質問とかそういったような言葉が3回繰り返されて、でその後またしんちゃんから質問が1回されて、その後ユーザーが3回話してみたいなことをぐるぐるループするような仕組みを最初考えていました。でこれを社内 の, 人にテストしてもらったところ、もうユーザーが話してなる時の時間が長くてもユーザータジタジみたいな、もう何話していいか分かんないみたいな、そのオラに聞きたいことあるって言うともいや特にないよみたいな感じで、もうユーザータジタジでしたっていうところで、改善策としてはしんちゃんからの質問っていうのをもう少しだけ増やしていけました。でこの辺の割合を本当トライアンドエラーでめっちゃ調整した結果、この今赤く入れてるところに 50% 割合で入れるのがちょうどいいよねみたいなところにたどり着きました。でそうすることで、しんちゃんが話者になる時間っていうのがこの 初期の頃よりも長くなって、会話がテンポよく続いて雑談がすごい長い時間楽しんでもらえるようになりました。で今回の試行錯誤の結果なんですけど、話してと聞き手のちょうどいい割合が、まあ、1対1ぐらいだなっていうのが分かって、で
雑談アプリとか作るときに結構ここすごい大事なポイントだと思ってて、まあ、たまたま僕は1対1でこれが本当正しいかどうかわかんないんですけど、まあ、感覚的にこれぐらいかなと思ってて、まあ、とにかくそのユーザーがひたすら話し続けるアプリとかアシスタントからの人にただ答え続けるものっていうよりもちょうどよく質問と回答っていうのが交代交代になるぐらいがいいのかなっていうのがあるので、もし皆さんアプリ作るときはこのあたりを意識してみるともしかしたらいいかなと思いました。でちなみに結果なんですけど、まあ、1セッションあたりのユーザーの平均発話回数はだいたい 20.7 回ぐらいで、まあ、結構多めなんじゃないかなというのが結果です。でクローバーのスキルおしゃべりしんちゃんが今絶賛公開中なんで、皆さんもしよかったら遊んでみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。LT 希望された国旗三浦さんっていらっしゃいますか？多分やっぱり来ていらっしゃらないということで、2人に減ります。で次は、中村さんですか？中村さんにお願いしたいと思います。じゃあつなぎます。さっきのちょっと自分のことで恐縮なんですけど、さっきのノートの、スキル公開する予定ないって言ったんですけど、あれ理由があって、がっつり名前がノートリーダーってそのノートっていう名前使っちゃってたりするので、僕ノートの人間ではないので、規約的に多分アウトだろうということで、そういう理由もあって、公開する予定はないんですけど、まあ、結構あれ簡単に実装できるので、まあ、なんかやり方とか、ノートじゃなくてハテブ版とか作れると思うので、そういうのよ、時間があったら、聞いたとかにでもしようかなと思うので、よかったらご覧ください。ということで、スライドが映りましたので、中村さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうもこんばんは。日本マイクロソフトの中村です。プレゼンテーションモードに少しないんだよな。少々お待ちを。なんか全てが止まってるので、時間ないので。どうも皆さんこんばんは。LINE デベロッパーコミュニティを運営している中村です。今基本的にノビスケと2人で運営していて、今回初めてですね、クローバのミートアップもやったと。で、まあ、LINE のリプをやったりとかですね、いろんなことをやってますけれども、まあ、今日は LT ということで、ちょっと自分が作った、もしくは関わっているスキルの紹介をしたいと思いますが、あれだな、動かねえな。少々お待ちですいません。はい、じゃあちょっと動かないので、下の方に出ている画面をちらっと見て説明だけさせてください。すげえちっちゃいけど頑張ったら見えます。これね、はい、鳴き声神経衰弱、これはもう非常に画期的なですねスキルで、これはさっきもっちゃんがクローバーって実は複数人数で遊べないんじゃないのということに対する回答を出しているスキルですね。これは何かというと、ユーザー同士がゲームをします。そしてクローバーが審判をしてくれるというものですね。で、簡単に言うと、これは神経衰弱ゲームなので、まあ、6枚のカードがこう伏せられていて、ユーザー A とユーザー B が交互に何番目何番目って答えていって、クローバーが早当たりとか早外れとかっていうのを言ってくれる、まあ、審判型のアプリです。で、今後、アセプロというところで一緒にやってるんですけれども、アセプロさんからこのクローバーを審判に見立てたゲームが何個か登場する予定ですので、皆さんよろしくお願いします。今日の LT これだけなんだけど、コミュニティの宣伝を立ててください。したいんだけど、コミュニティ何が出ないっていうな。後で資料は、今日のコンパスに上げておきますが、Facebook のコミュニティのグループと、あとコンパスのコミュニティのグループがあります。で、コミュニティではですね、基本的に月に2回ぐらいのペースで、勉強会をやっていっています。
で、やってほしいイベントがあったら、ぜひ、コメントしてほしいのと、あとは、やりたい、自分が主催者としてやりたいよっていうのも、ウェルカムですので、どんどん言ってきてください。で、サポートする対象は、LINE プラットフォームだったら何でもいいです。LINE ログイン、LINE ペイ、メッセージ API、CK だったら何でもいいです。あとはですね、C シャープの SDK を私作っておりまして、C シャープに興味があって、C シャープのツーリングにも興味があるよという方は、ぜひ声をかけてください。今ちょっと C シャープ組でですね、でかいレポジトリを一つ用意していて、LINE の SDK はすべてそこに集約していこうというような動きをやっております。で、私もですね、第3期の AP エキスパートに認定いただきまして、ありがとうございます。じゃあ、クロージングに行ってしまってもいいですか？なんか、宣伝ある？宣伝ですか？宣伝、特に僕は。第3宣伝ありますか？何か。ない。冒頭でちょっと告知させていただいたんですけども、クローバーのファンゾーンを、やる、今後ですね、やる予定でおります。で、開催の日時としては6月頭ですね、まだちょっと、詳細とか、イベントページとかはまだ、できておりません。これから、作る感じですね。という感じですので、ご都合がよろしければ、ぜひこちらの方のファンゾーンも、ご参加ください。私から以上です。ありがとうございます。で、こちらコミュニティのページになってますので、お時間ある方はぜひこちら写真撮ってですね、コミュニティに参加をしてください。はい。で、今日ですね、これでイベントは全て終わりにして大丈夫ですか？大丈夫。はい。今日はイベントはこれで終わりになりますけれども、先ほど言った通り、LINE デベロッパーコミュニティはですね、特定の会社であるとか、特定の技術に依存しないコミュニティベースの勉強会ということになっていますので、ぜひですね、どんどん皆さん自分の自由意志で参加をしていただきたいというのとともに、コミュニティは一方的に発信するだけではどうしても回っていかないというのがあるので、スピーカーを募集しています。どんなネタでもいいです。LT やりたいでもいいですし、75分のセッションやりたいとかでもいいので、何か意見があればぜひ、全然いいですよ、75分のセッションでもね、ちゃんと場所は用意します、コミュニティとして。発表していただく場所は用意するので、ぜひ意見も踏まえてですね、どんどん話しかけてください。はい、ちょっと早いですけれども、今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。いつもだったらこの後懇親会というのがありなんですけど、ちょっと今日ドリンクや食べ物の用意がないので、ちょっと場所自体は10時ぐらいまで、いてもお大丈夫ということなので、ここで雑談いただくか、あとは、場所が